紫外線の量が最も増えるこの季節は、紫外線の悪影響から肌を守ってあげるお手入れが最も大切です。今回はアユーラの中でも SPF の一番高い F サインディフェンスハイプロテクションをご紹介したいと思います。ではこちらの方を紹介してまいります。軽く振っていただいて、パール玉ぐらい取ってあげてください。顔全体に塗布していきます。こちらの方はこの夏に嬉しい汗水に強いウォータープルーフ加工になってございます。またスージングパウダーが配合されておりまして、化粧崩れ防止効果が大変たけております。また何よりも、こちらの方は紫外線、吸収剤が無添加となってございます。敏感肌以外の方でも毎日安心してご利用いただけます。このように肌がとても大変明るく透明感に満ちた肌色に演出してくれます。ではクリアメイクオフオイルのご紹介をいたします。こちらの方は高いクレンジング効果とスキンケア効果両方を合わせ持った商品になっております。では実験をさせていただきまして、スポンジにファンデーションを含ませたスポンジですね、こちらの方にオイルを一滴垂らします。このような状態になってます。こちらお水の方に軽く滑らせて一回絞ると、このようにしっかりと落ちております。毎日のクレンジングですので、こすらずにしっかり落とせることが大切な重要な要素となっております。では実際使ってまいります。こちらは紅花油オイルが配合しておりますので、大変人間の皮脂に近いオイル、油性成分となっておりますので、このようにスピーディーに汚れが浮き上がらせていきます。また米胚芽エキス配合により洗い上がりはとってもしっとりとしております。それではクリアフォーミングミルクのご紹介をさせていただきます。こちらは形状がミルクタイプ、乳液タイプの洗顔料となっておりまして、少量の水分でもしっかりときめの細かい泡が立ちます。こちらが実際に泡立てたタイプになります。このきめの細かい泡が汚れをしっかりと吸着して、メドフォーム油とボタン微抽出エキスによって肌を大変柔らかくしていきます。このきめ細かい泡が汚れにしっかり吸着し、高い洗浄効果を発揮いたします。またこちらで洗い流していただいた後は、大変肌がしっとりし柔軟効果が発揮いたしますので、その後に使う化粧液の浸透性が高まってまいります。この季節は毎日日焼け止めを使いますよね。こちらの商品は高 SPF ながらも大変肌に優しく、毎日安心してご使用いただけます。また一日を過ごしたお肌は、肌をクリアに元に戻してあげることが必要です。アユーラのクレンジングと洗顔料は、肌に負担なくスピーディーに、また洗い流した後はしっとりとして肌に負担なくご利用いただけます。